それでは本日の第4試合 GT タッグルール150キロ以下10分1ラウンドを行います。青コーナー松本大輔、佐野博明、赤コーナー高尾光希、篠宮俊彦さん、レディー田澤康弘。なおこの試合は GT タッグルールにて行われ、タッチは無制限となります。またいずれかの選手が1本または KO 負けとなった場合、その選手は退場となります。最終的に人数の多い方が勝ちとなります。佐藤選手に交代です。タッチ、赤コーナー高尾選手に交代です。突っ込むか抜くか。
いいよ、蹴る、両手で掴んで、両手で掴め、両手で掴んで、両手で掴んで、相手の形を自分の両手で掴め、そうそう、タッチ、赤コーナー、篠宮選手に交代です。怖いのはハーフね、ハーフ、そうそう、それが嫌だな。
何とか戻しましょう。戻すか持ってくるか。高尾さん、あんまり時間がないです。1分半ぐらい。残り1分半ぐらい。僕が言うのもあれですけど。ダメだ。行け行け、それ行け、それ。行け行け行け、行けます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 。よしよしよし。バック。さあ、首キュッと、首キュッとで。足、最初持っとこう、持っとこう。で、もう一回。左、右回りで、右回り。右回りで向かい合おうか。残り時間1分。1分。あと1分。いいですよ。1分、もう出し切りましょう。足開いて向かい合おう。バック狙ってるからもう。首だけ守って、首だけ守って。必死で。顔は向かい合おう、向かい合おう。見た。遠藤さん、もうスタンド戻してもいいです。僕変わってもいいです。タモさん、時間ないんで、ゴールデンフィニッシュお願いします。30秒くらいで。残り時間30秒。そうそう、それ。フェイスロックは？タッチはないんで。時間ない。まだ切り抜き。タコさん、時間ないですよ。タッチもあるからね。10秒。2-1により青コーナー松本大輔、佐藤弘明組の勝利でございます。選手退場。